熊谷貞俊氏は、日本の工学者、政治家。学位は、工学博士。大阪大学名誉教授、大阪経済法科大学教養部客員教授。衆議院議員、国民の生活が第一衆議院議員会長、大阪大学大型計算機センター、研究開発部部長、大阪大学大学院工学研究科教授など、歴任。 大阪府豊中市出身。灘中学校、高等学校よりサッカーをはじめ、東京大学工学部に入学後は、足利集級部に所属。学生時のサッカーのポジションは LI であった。東大卒業後は、大阪大学大学院基礎工学研究科に入学して、修士課程を呼び、博士課程を修了した。大阪大学にて、助手、助教授。 教授などを務めるとともに、大型計算機センター研究開発部の部長などを務めた。また、その間、カリフォルニア大学バークレー校電子、工学研究所にも、席を置いた。2008年1月に行われた大阪府知事選に、民主党、国民新党、社民党の推薦で出馬した。選挙戦でのあだ名は、熊ちゃん、大阪のガリレオ。 民主党の2007年参院選のマニフェストと同様の不民の生活が第一を掲げ以下の4つを重点テーマとした具体的な政策としては自民党や公明党大阪府連の支援を受けた橋本徹に敗れ落選2009年8月第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で比例近畿ブロックより単独立候補し当選 2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡県次らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で、離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、 7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第1決闘に参加した。12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、日本未来の投稿人で比例近畿ブロックより、単独13位で立候補するが落選。実刑は、第12代大阪大学総長。 兵庫県立大学学長の熊谷信明。家族は妻と和夫次女。ありがとうございます。